よーし。トゥン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 トゥ6500で。馬なんか来た？読み上げがない。6500でいいんだ。いいなぁ。限定？マジで？限定？SSR 確定だよ。あ、でもこっちだと5回。あ、でも3000円で5回だもんな。3000ジュエル5回。朝倉徹が出てくれよん。打ち上げちゃおうかな。打ち上げちゃおうかな。え、マジで？それ激アツじゃない？いや、打ち上げ、まあ、だって、明日無観客だしね。でも、限定 SSR か、限定 P じゃないんだよな。提供割合。P40%。限定確定はすごいな。いや、これありだな。打ち上げちゃうのありだな。打ち上げちゃう？ありだな。あと5500？必要なの？ 5500 必要ってなるともう4500円買わなきゃいけないのか。でもこれも欲しいんだよな。P セレチケ。セレチケまあ5月10日前だからまだいいか。打ち上げガシャは明日まで？いつまでこれ？ 30 日まで。でも、デイ2もあるわけだよね。この日の名って何？工場？そうか。あ、そっか。キリタンもゲームオートもなかったか。完全に忘れてたわ。すまん。うわー、限定 SSR 確定は魅力的だな。限定、しかも道中でも出る可能性がある。しかも10連がシンプルに安い。まあ、いいや、一夏葉って限旦定が来るんだっけ？夏は限定来るらしいよ。一旦島むね、書くか。一旦島むの絵を描かないといけない。なぜならもうあと2時間しか残されていない。わっこ、社により帰宅。え、現地行ってたの？はあ？なんで？なんで現地行ってんだよ。おい。おいおいおおいおいおいおおい。お前コロナ臭いぞ。おいおいおおいおいおいおおいおい。ツイートするね。ウロボロス高橋でも絵を描くから。よーし、描くぞ。しまもんの絵を描きます。しまもんの。
チェケチェケチェン。首の位置が変なとこで終わったままでしたね。そう言われてみれば首の位置が変なとこで終わっていたので。自粛してこない人はいたな。いや、まあ自粛してこないのが多分みんなそうでしょうね。シマムー4段階目以降も普通に使うっぽい。え、マジで？あ、そっか、明日からプリコネだっけ。めんど明日からプリコネはマジでめんどくせえな。今月のクラバトっていつだっけ。明日から。クラバトの度に面倒って言ってるな。明日からプリコネのクラバトです。恐ろしいですね。え、なんか首の位置変だな。体の位置を変えればいいか。じゃあ首の位置が変なら体の位置を変えればいいじゃない。取られる時間が長すぎる。プリコネのクラバトは、まあやるんだけど結局逃れられないんだ、このカタルシスから。ソシャゲカタルシスから僕たちは結局逃れることはできないんだ。いつか一度も一日にソシャゲ、一日ソシャゲに触らない、そんな生活に戻れたら、あの頃に戻れたら、だからコロナ前とコロナ後でそのマスクありの生活にが当たり前になってしまうのと一緒で、ソシャゲ前とソシャゲ後でソシャゲを一日に触らない日がなくなってしまうのと一緒だよね。マスクをしない日はない。そしてソシャゲをしない日もない。ソシャゲはウイルス。いや、ソシャゲウイルスだよ、マジで。人の心をね、脅かす最低最悪のウイルスです。ソシャゲは本当に。課金を促したり。金をしたくなってしまったり。こっちの手前の手どうしようかな。シマムって手前の手どうしてる、いつも人いないから久々にマスク外して外歩いたら懐かしさすら感じたぞ。ああ、そういうのはあるよね。でも結構その外とかだと、外でなんかその一人でいる人とかは結構マスク外してる人もたまにいるけどね。夜道とか深夜徘徊してる人とかは結構。犬の散歩の時は面倒いからマスクしない。まあ人に会わないんだったら別にねいいのかな、わかんねえけど。まあ人混みじゃなければ、外では必要ないやろ。わら、人に会うか会わないかだろうな、多分。マスクが必要か必要でないかっていうのは。シマムに着せる服も決めてないんだけど。着せる服も決めてなければ構図すらも決まってない。
恐ろしい世界だよ、この世っていうのは。何も決まらないまま始めてしまうと、絶望の淵に立ってしまうというのが、この世の断りでありますゆえ、皆さんも気をつけましょう。なんかな、頭でかいな。なんか変なんだよな。しっくりこない。顔は可愛く描けてる気はするんだけど。なんかな。こんなもんか、でも。ガタイが良すぎるか。もうガタイがいいのはでもさ、俺の趣味じゃん。そんなものは。人の趣味をどやく、投稿、どやく、とやかく言うのは、ナンセンスだとは思いませんか？ねえ、皆さん。ガタイがいい女子が好きということがいけないことなんでしょうか？そんなことはありませんよね。そうなんです。私たちは好きを声に出して言うだけで、好きを声に出せることがそれだけだ。それだけで僕たちは強くなれるん女子です。に体型好きとか言ったらセクハラだぞ。まあね。いいもんでも好きなんだから、好きなものだ、好きを好きと言えないこの世の中、ポイズンじゃない？それは。言いたいことも言えないこんな世の中は。別に女子に直接言ってるわけじゃないじゃん。だからさ、俺の好きな体格のさ、女の子が目の前にいてさ、君、髪の体型が僕好みなんだ。骨盤が大きくていいねとか言わないよ。もちろん。それはもうキモい。当たり前に。ただ、こうやってインターネット上でそれを言うぐらい許してくれませんか？それも許されないんだったらもう何にも許されない世の中になっちまうからよ。それは楽しくねえんじゃねえかな、そんな世の中になったら。そんな世の中にしないためにもダメ、絶対。ルールこんな感じかな。もうあとね、2時間しかないので、こう2時間以内にこの絵を完成させます。服どうしようか、しまむの。しまもんの。しまもんの服をどうするか。迷っているわけなんですよ。HNY 衣装。HNY ハッピーニューイヤーの衣装ってどんなんだったっけ？ハッピーニューニャー。くまモンにしとくか。はじめまして。君にあげる最後のオーバーラン。おいちゃべらん。飛びかけて。丸い世界。トゥルトゥルトゥル。ハッピーニューニャー。メイド服。ティー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 。メイド服か。じゃあ GJG メイのド。衣装って書いたことあったっけ？ GJG ゴージャスゴージャスゴーオンペペ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 ゴージャスゴージャスゴーオンペペペペペないね。ねえ、髪切りてんだけど坊主にしようかな。クソめんどくせえ。髪の毛。なんか髪の毛切ろうかなって思ったらさ、なんか
髪の毛が 何十センチ以上あったらなんか髪の毛寄付できるらしいんだけど、髪の毛寄付しようかな俺、無駄に伸びてるから。帽子かぶせちゃえ。ミックがやってたやつじゃん。ミックの髪の毛を寄付してもらった人がいるのか、この世には。染めてたらダメじゃね。まあ染めてる部分はちぎればいいんじゃない。先っぽだけだし、もう伸びに伸びきって髪の毛で下着あったな。あと2時間で完成しなかったらスキンヘッド。わかった、あと2時間で俺ができなかったらスキンヘッドにするわ。衣装どうしようかな。衣装決まんねえわ。ミックと髪交換しよう。食べちゃうよでも俺ミックの。わかっちゃった。わら。ミックの髪なんてあったら食べちゃうよ俺。いいの食べても、ミックの髪の毛食べても構わんのだろう。食べてしまっても構わんのだろう。スキンヘッド待機。まあ別にね、髪の毛坊主にしようかと思ってたから、スキンヘッドにするぐらいなんら困らないんですけど。まあ、ただまあ終わるよね結局、書き終えちゃうよね。さすげーでかくね。指すげーでかい。嘘、指でかく書いちゃう癖があるんだよね。もうちょっとチェックする。まああくまでねラフ当たりなんで、こっからこっからです。私がぶつけて腫れてるのかと思った。ぶつけて腫れてるよ。はあ、プロデューサーさんって言ってた。トンカチで指叩いちゃいました。かわいいな、うずきは。指を舐めてあげるよ。チャポン。オス、持ってるハロウィンチョコちゃんだった。え、何引いたの。僕が指を舐めてあげるよ。チャポン。チュル、チャポン。打ち上げ。あ、打ち上げ引いたんだ。いや、俺も打ち上げ引こうかな。衣装どうしよう、シマモンの。シマモンの衣装決まんね。いいか、制服で。やっぱシマモンらしさといえばやっぱ制服だからな。制服にするか。マイクロビキニ。マイクロビキニでもいいけどね。指舐め、アスムかと思った、制服。どうしたどうした、何があった何があった。なぜ今の、わら。シマモンの制服はどうなってる、どこに反応したんだ。なんかカッコでカッコアルファベットになるとたまにそうなるんだよ多分。なんかわからんけど、メガネ外して本気出します。俺2時間以内に書き終えなきゃいけないんで本気出します。で逆に俺もスキンヘッドをかけるから、みんなも俺にちゃんとかけてよ。こんにちは。ちゃんと俺にかけてよみんな。俺もスキンヘッドにすんだから、かけなかったら。俺が書き終えたらちゃんとなんかしてな。バナコインもらうべ、みんなから。俺がちゃんとかけたらフェザージュエル。高山見とけよ。フェザージュエルもらうんだから俺は。近くのローソンにシャニカードねえよ。もうシャニカードずっとないよあれは。もう多分ないでしょシャニカード。もう売り切れたでしょ多分シャニカードは。ステラステラキラメキテレテレテテテテ。
あれ逆にどこにあんの？あれがある？ワンチャンローソンコラボジ復刻とかあんのかな。今回のローソンコラボは行く？頼んだら、まあ、取り寄せてもらえるみたいな話見て動揺してる。マジで？なんかうちの近くのローソン、あのシンデレラの、あ、なんかチョコ投げ売りされてたよ。買おうかな。なんか色紙付きチョコみたいな、デレマスの色紙付きチョコ半額になってた。買おうかなって思ったけど、やめたわ。なんで買わないの？え？まあ別にいいかなと思って。なんかさ、その中途半端にさ、その欲しい人間が買うより、中途半端に欲しい人間が買うより本当に欲しい人間に行き当たってほしいじゃん、そういうものって。だってだって近くて遠いすぐ隣。俺がそこで買うことによって本当に半額で欲しくて、お金がない、でもシンデレラのあの赤リンゴ、もう投げ売りされてるってことは欲しい人間いねえってことだろ。赤リンゴ、そんな人がいないから半額になってるんだ。今半額ならあと1週間もしたら廃棄だろ。赤リンゴと桐生司ちゃんと誰だっけ、砂塚明ちゃんのあれが、お金がないけど半額だったら買おうと思ってたのに、目の前の気持ち悪いおじさんに買われていっちゃったよ。冬っていう美少女ロリーがいるのかも、いるかもしれないでしょ。なんか気持ち悪いおじさんが買っていった冬、半額っていう噂を聞きつけて北海道から上京したのに。じゃあ買って渡してあげようっていう可能性もあるでしょ、あくまで。そしたら目の前のおじさんが気持ち悪い呼吸で買っていったよ。可愛くてもよくわからない思考の子はちょっと冬言うて言うとりますけども、いやいや言うとりますけども、ウマ娘なら速攻で売り切れただろうな。うん、鬼滅キャラなりきりついやってる人がコラボグッズ少年に譲って、イカ略。あー、なんかあったね、なんとかさん、煉獄さんだっけ。でも自分でさ、引いたやつをちゃんとそうやってあげられるってほんとすごいよね。お金かけてさ、引いたやつ、あげれる気しねえわ。だって自分も引くってことはさ、その人も欲しかったってことでしょ。それをあげられるのはマジでかっこいいと思うわ。子供が欲しがってたからといって。うるせえガキがよとか思っちゃうもんね、そんな普通だったら。川口も何か少年にあげよう。これないかな、そういうことあんまり。なんかあった気もしなくもないけど、俺今度 Uber Eats したらさ、超 Uber Eats で配達してたらさ、ちょうどそのお家に帰る、あのお家に帰ってきたその小学生の女の子が家の前にいて、で家入る時だったので、俺もその家に配達に行ってたので、だからその女の子が入る時に俺も一緒に
一軒家だったんだけど、家の前立ってたら女の子がずーっとめちゃめちゃ不審そうな顔でずーっとこっち見てんの。え、何ですかみたいな顔して、で、あ、ごめんね、ごめんね、大丈夫だよって言って言ってんだけど、ずーっとめちゃめちゃ不審そうな顔して、でもその子が言ってくんないと俺ピンポンも押せねえから、ずっとそこ戦ってた女の子と1対1で、大丈夫だよって言って、めちゃめちゃ不審そうな顔でずーっとこっち見てて、で、は、家に入っていって、ママ、なんか変な人がいるよって言ったのが聞こえました、家に入っていくときに。女の子ので、お母さんに謝っといた、すいません、怖がらせてしまったみたいで申し訳ないです、あ、大丈夫ですよって言ってくれたお母さんは。そりゃ、オールバックの白縁メガネの巨体がいればな。実際不審者だし、しょうがない。戦ったわ。幼女先輩と。俺の負け。めっちゃ警戒してた。あ、人って警戒するとこうなるんだなっていうのを感じました。なんか変だな。防犯ブザー鳴らされなかっただけマシ。本当にな。でも本当に子供だから、なんかさ、ウーバーイーツとかって説明もむずくてさ、どうしようと思って、大丈夫だよ、家入っていいよっつって言うことしかできなかった俺は。なんか変だな。で、後からお母さんに謝ることしか。お菓子とかあげて手なずけなきゃ。それこそやべえやつだろ。知らない人から物をもらっちゃいけないっていう教育を受けてる家庭だったら終わりだぞ。でも俺小学校の頃さ、めちゃめちゃ知らねえお姉さんがさ、急に公園で遊んでる俺たちのとこに来てさ、ガリガリ君一本当たっちゃったからあげるよって言ってガリガリ君一本もらったことあるわ。今思えば何だったんだ、何も疑問を抱かず食ってたけど、危ねえよなそういうの。ありがとうお姉さんとか言って、ラッキー、疑問をだけ。ガリガリ君食ってたけど、よく考えればとても危ないことだなっていう風に思いましたね。今思い出しました、その話。そのお姉さんハイエースに乗ってなかった。普通に徒歩で来た、徒歩で来た気がする。もうほんと超100年ぐらい前だから、もう何も覚えてないけど、うん、なんかな、首と顔の付け根がな、実際当たっても扱いに困るから気持ちはわかる。でもさ、交換したやつ持ってこなくてよくない？じゃあ、あ、でもまあ、うん、なんで交換したの、そのお姉さんは。いらねえんだったら別に交換しなくてよくない？別のタイミングで交換すればいいじゃん。お姉さんの舐めた棒の方が欲しいわな。あー、それはそうかも。食った棒も解きたくなかったんじゃない？あー、それはあるのかな。お姉さんが一人でガリガリ君食ってんのもちょっとおもろいけどな。いや別にそれはいいか。お姉さんが一人でガリガリ君食ってよ、食ってまいが。マジで思いつかない。なんか変、なんか変だけど何が変かはマジでわからん。
助けてくれみんな。顔でかいのかな。いいじゃんこのままで。なんか変じゃない？てててれててててれててててててて。エアインテークの位置が微妙。エアインテークの位置が微妙。暑くなってきた。油断するとめちゃくちゃ暑くなるな、俺の体。なんでなんだろう。意味がわからん。窓開けると外がうるさいのでエアコンつけます。叶うよりフルパワー。てってってれてっ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 て
ハッピーバースデイトゥーサビの振り付け好き。かわいいよね。ハッピーバースデイ、ハッピーバースデイトゥーユー。ハッピーバースデイ。ハッピーバースデイトゥーユー。ハッピーバースデイ。なんかこうもっと、もっとなんだよな。もっともっと、でんでんつつでんでん、スキルマイハー、銀河の果てまで、熱い夢オーバーバペイ。All I can do is keep my soul. 何度でも立ち上がれ。時代が俺をトゥテレテレテテン導く限り。富士見さん。All right! もっと、お昼に40分待たされてから行ってね。わら。ほっともっとお昼に40分待たされた。やばいな。でも俺もフレッシュネスバーガーね、ウーバーイーツでね、めちゃめちゃ待たされた。20分ぐらい待たされた。ウーバーイーツの20分はすごい大切なのに、1配達できるから500円ぐらい。ん？ E プラスからメールが来てんじゃん。緊急事態宣言で
チケット払い戻しがあります、払い戻しがあるライブもあるよ、お前はないけどね、バーカバーカ。え、ゴールデンウィーク中浜寿司ゴールデンウィーク中浜寿司持ち帰り 10% オフだって、やばくね、行こうかな。あ、やばい、ツイッター見てる。そんなそんな中ツイッターを見てしまっている体が許されない、体がツイッターを見てしまっている、やめてくれ、あー時間がないのに、体がツイッターを求める、別にツイッター見て何があるわけでもないのに、知り合いとかいないから繋がらないのに、ツイッターを見ても人の可愛い絵を見て可愛いって思うだけなのに、一人も繋がりを持ったことがないのに、受け身だから基本的に。泣いた。なぜかツイッターを見てしまうにもかかわらず、そんなバカなことがあるか、そのツイッターに何の意味がある。受け身どころか声かけられても拒否するだろまあに、まあに、スシロー派だな俺。でも俺近くにはま寿司しかない気がする。ああね、探せばあんのかも。はま寿司もね、この間探したら出てきたから、案外他の安寿司屋も探したら出てくるのかもしれん。川口の昔のツイート遡ってたら、今よりは人と会話してたよ遡んな人のツイート、恥ずかしいったらありゃせん。まあ、リップとか飛んできたらさ、俺も返すよもちろん、嬉しいしね。その近づこうとするあの感情は出さないけどね俺、人と近づく感情は絶対出さない、全部敬語だから。 DM でもありがとうございます、いえこちらこそ。人と関われない俺は、社会不適合者だからくすん、くっすん、ピエン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 、パッションセンサーパッションガンペンペンプンチャンストンダンビア、ピエン。ピースはね、顔に近ければ近いほど可愛い気がするんだよな。
そんな気がしまんねん。うち。うち、そんな気がしまんねんさかい。テラテラキラメキハラハラスチョンジャンベンドンゲラステラケットチチャラテドゥルデンデセンデ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 ン叶うよりフルパワー金玉がかゆいよどうしたらいいか教えてよどうしようもないから我慢するしかないんだよ。ルル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 ハートビート。でもシャニライブを見るたび俺は河野日和さんのファンになっていくんだけど、どうしたらいいかな。不安になっていく。シャニライブを見るたび河野日和さんの不安になってしまうんだわ。この現象は一体、助けてくれみんな。不安になるな。不安になっちゃうんだよな。どうしたらいいんだ。昭和か。不安に。DVD。 助けてくれみんな。あの魅力。ガチ恋してまうわ。あんなん。ててて。今日も字取り上げてたけど可愛かった。マジで？フォローすっかじゃあ。いや、違うな。やばって1時間半しかない。俺にそんな短期間で絵を描くことができるのか。助けてくれ。妥協も時には必要だぞ。妥協もな。ワンドロしてた時を思い出すんだ。そうだな。ワンドロだったら1時間でな、すべてやってたからな、色塗りまで。もうだってほぼかけてんだから、あと線画して色塗るだけだから、ワンドルに比べる楽よ。
いとせよびこべよ。あけきんはハートビート。ロスロスロセンクルルンプルンデレレリラ勝負でしょう。田中由紀さん、どんどん綺麗になってる気がする。田中由紀さん？田中由紀さんって言うと？あれだよね。朝日の人？朝日ちゃんの人だね。やっぱ違う。でも本当に明日無観客は残念だね。急に決まって、多分明日のチケット取った人だっていっぱいいるでしょうよ。シャニって満員になるぐらいはチケット埋まんのかな。奥の手が違うな。ドーンと違って会場にサイリウムも置いてないんだろうな。あ、そうだね。セカンドと明日現地だったって人がいて泣いた。きつ、セカンドもどっちもあれか、封印か。速報。はい。来た。ウマ娘なんとルームマッチ実装。あ、なんかそうみたいね。それは普通に楽しみ。なんかシマムっぽくねえな、ポーズが。グー握ったらシマムじゃねえな、さすがに。さすがにグー握んのはシマムじゃねえわ。こっちの手どうしようかな。シャドバのグランプリみたいなのも実装される。何シャドバのグランプリ。シマムラウズキぶん殴ります。島村うずきぶん殴ります。シャドバのグランプリがわかんねえや。成田大臣引く。成田大臣来るんだ。島村条件でチョキ出されたら勝てない。
成田大臣来るんだ。成田大臣はいいかな。俺ツインターボ引きてんだ、ツインターボ。ジュエル全然ないけど。あー疲れた。メインストーリーも更新されるね。あーなんかそれ見た、あれでしょ、ウイニングチケットでしょ。楽しみ。メインストーリークオリティクソ高いから楽しみ。成田大臣ってどんなだっけ。成田大臣は成田大臣ね。成田ブライアンじゃない方。成田ブライアンかと思ってた俺頭の中で今。誰だ成田大臣って。チケゾサポートめちゃくちゃ有能そうで助かる。あそうなんだ。なんかやっぱあれだね、あのアニメで BNW の掘り下げ、あ BNW の一人か。アニメで掘り下げできてない子を優先してる感じするね。多分東海帝王とかスペちゃんとかはもうアニメで主人公やってるからメイン多分すげえ後なんだろうな。全身全霊くれるの強すぎる。まあ初っ端のあれだったか。でもなんだっけ、メジロマックイーンだったか。眠くなってきた。うわシマムーの奥の手が思い浮かばないよ。どうしようシマムー。シマムーの奥の手、中指立てさせよう。中指立てさせるか。純豪に誰のせいでこうなったと思ってんだよって言わせる。それ島笛だっけ、純豪に言ってたのは。誰かが純豪に、純豪が24時間配信の時に元気ないじゃんって言ったら、誰のせいでそんなこと思ってんだよこのハゲ。誰かが言ったと噂。あれ誰が言ったのか未だに謎なんだよな。いいね、その謎に包まれてる感じたまらん。逆か。音声解析してる人にやってもらおうぜ。この声は誰の声ですか。やっぱなんか拳握ってるんじゃな、島村らしからぬな。島村らしさ欲しい、島村らしさ欲しい、島村らしさ、島村らしさ、ダメだな。原作らしさなんていいから川口の島村らしさで勝負しろ。でもそうすると怒られちゃうからな。二次創作はやっぱりキャラ崩壊は許されないのだ。
奥の手は書かないってことにしません？石腕のしまむにするか。石腕のしまむ。だってよ、しまむ腕が安いもんじゃねえか。腕の一本や二本ぐらい。しまむに言わせるか。じゃあ。そうするしかないよね、もうね。だって。まあこうだな。これでいいや。よし。じゃあ千賀を10秒で終わらせて。元気出る曲流そうぜ。何がいいかな。やっぱこれでしょ。きたー。きたー。おいおいおい、おいおい、戻る。使わないで線画する。一個戻る。使うたびに100円の罰金を課すか。無理だな。億万長者になっちゃう。パレスタンブータン。今日は曲がでかい。ね、わがままだな。意識してでかくしちゃったのに。わがままがすぎる。デレレ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 、つまーい。あぶれ。奇跡。
ルジャクでライブ見てえのこれ。見てえな、まあ、一回やってたけどね、なんかの時狭い会場で。何の時だっけあれは。あれはゲームサイズだった。あ、ゲームサイズだっけあれ。そうか、やっぱ俺一日絵を寝かせないと違和感に気がつけないのに、こんな突貫工事で大丈夫か。絶対変なとこあるよ。なんだこの BGM は。なんだこの BGM、 え、なんだって言われました。何度でも笑おうですけど、何度でも笑おうっていうアイドルマスター15周年の、え、でかい、もしかして怖い怖い。アイドルマスター15周年記念ソング何度でも笑おうという曲でございますね。うわわわあああわわ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 せいちゃん、でてて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 、ラニューウェイ、ラニューウェイ。いや、川口の BGM つけてるとこ初めて見たから。あ、そういうこと。笑顔というのは本来攻撃的なしかじか。いや、気分上げようかなと思って、時間ねえから今日中に書かなきゃいけないから。気にしたり恋したい、恋みたい、チャピッチャピッねで、ね、チャピッチャピッね。大成、これ上がるな。デスニーネスンデイマイチェンス、タラスタン、ビスタン、ゴスタン、チョバスティン、ラン、モジョベス、ダビレイ、ダビュレイ、ポステンスティンス。これは何。これはね、ボイスアイドル、アイドルマスターシンデレラガールズ2020年度ボイスアイドルオーディションにて声を獲得した3人による、え、曲、ブランニューです。もうこれが出てから1年以上経つの。ユニボじゃないです、残念ながら。ユニボの2人が入っていますが、うん、ユニボの2人は入っていますが、リアムちゃんヘッドショットに似てた。ヘッドショットに似てるよね。ユニボのうち2人は入っていますが、残念ながらリアムちゃんは入っておりませんので、ユニボの曲ではありません。ユニボの曲っぽいですけど、もうこれがユニツまでいいよ。ブラニューウェイ、あ、違った。
ブランニューウェイ、ブランニューウェイとラベラブ。ブランニューウェイ、ブランニューマイセルフ。キャベリーを食べるのら。自分ビスティン。どれだべてピストン。でも今日のライブで、今日のシンデレラが、あ、シャニマスのライブでシーズが出たことによって明日現地行く予定だった人かわいそうだよね。そういや、明日走るリアムって馬に騎乗する予定だった騎手が爆イカ略。明日走るリアムって馬に登場する予定だった騎手が暴言で炎上してる。やっぱその名前に呪われてんだな。騎乗停止になった。暴言ってどういうこと？馬娘よとかくせえからよ、近寄んないでほしいよな。俺たちの競馬に正しいからそれは仕方ないな。暴言とて正しかったら暴言でない。オタクが臭いの正しいんだ。風呂に入っていないからな。他の騎手にだよ。他の騎手に、なんかあんまりさ、ああいうなんだっけ、競馬の世界ってあんま広くなさそうだから、そういう暴言とか吐いちゃったらかなりあれ狭くなりそうだけどね。なんて言うんだっけ、そういうの狭くなるやつってなんていうの。幅、幅じゃない、なんていうんだっけ、出てこない言葉が。肩幅じゃなくない。肩幅ってただひななじゃん。俺の好きなの、好きなところの一つとしてタバが挙げられますけど、なんていうんだっけ、それなんとか幅みたいな。ストロメリア現象の。なんていうんだっけ、なんとか幅ってあったよな。出てこない。低学歴だから。肩身だ。天才がいた。狭くなりそうじゃない。だって結構そのなんか身内の身内でやってるみたいな感じでしょ。低学歴ってこういう感じなんだ。そうだよ、出てこないんで単語が。すっと低学歴とかじゃないもん、シンプルにバカ。でも47歳のベテランなんだよな。へえ、そんな人が暴言吐くんだ。なんでめっちゃ余裕だから見ろ。あ、俺はもう時間がねえんだ。あと1時間しかない。色塗りも含めて1時間しかない。そんな時間見てる場合じゃないけど見る一応。めっちゃいい絵らしいから。スキンヘッド待ったなし。うわ、すごい。全員描いてる。うま。こんだけ手間かかってて。
なんで急にそんな人の絵を俺に見せてきたの？いい絵だから。手間かかってる。めっちゃ新シナリオユニット単独ライブって言われると現実でもやりそうで、イカ略。あー、やってほしいよね。でも全然やってくれて構いません。いい絵だけど、うずきがセンターじゃないから3点。なんでシマム出しゃばっちゃったんだよ。甘いわな。ストレイはもう単独でテレビ出てたじゃん。ちょ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 、ラビットファーなんて知ってたんだ。俺めちゃめちゃ好きだよラビットファー。多分ミリオンの中でもこれはマジで速攻買った、好きすぎて。無限に聞いてるラビットファンに関しては。まだタコが MV を見てた頃の身でした。それはある。 I love you。なんだっけ作曲者、ボカロ P でしょ。なんだっけ名前、なんかスティンガーみたいな名前の人、なんだっけな、出てこねえ。オスターで、オスター、オスターだ、オスター。神だと思うマジでこの人の楽曲。天才、マジ天才。めちゃめちゃいい。トゥ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 。めっちゃいいから聴けよ。ミラクルペイントしか知らない。ミラクル。ずっと作曲しててすごいと思う。え、無料ソフトで、え、ビンゴ？ビンゴだっけ、なんだっけ。あるよね、なんか無料ソフトビンゴみたいな名前のやつ。あれやってんのもしかして。ドミノ。ドミノ、ドミノ。ずっとドミノで作曲してんの？オスター。感動。まあ世の中にはガラージバンドでやってるやつもいるからな。まあね。まあ自分の使いやすいのが一番だからな、何より。でも有料ソフトの方が使いやすい気はするけどな。だってやっぱり無料のペイントソフトとか全然書きづらいもん。こういうクリスタとか買っちゃうと。マジでクリスタは、クリスタっていくらすんの？クリスタ5,000円。絶対絵描き、絵描こうとしてる人は買うべき。5000円のあれじゃない、コストパフォーマンスじゃない、コスパ高すぎ。キューバス祭が最強だと思う。何キューバス、あ、キューベースか。キューベースは結構使ってる人多いよね。俺の友達もなんか、クリスタって月額制じゃないっけ。月額制のやつもある。最近はもう解説が多いソフトを買うようにしちゃったり。あ、そう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 。
こういうなんか人が使ってる人が多いソフトってその分あの使い方が分かんなくなった時にあれだからね、ネットで使い方が落ちてるからね。それも込みでやっぱりシェアが、トゥルトゥンジェセロチュ情報マジでおすすめ。クリスタはいやすいし、月額のもある確か。クリスタはクリスタプロっていうのがちょっと高かった気がする。いくらだっけ、3万ぐらい。言うてそんな高くないんだけどね、昔のアドビ製品に比べれば。超便利クリスタ。一回クリスタ使ってるのがプロ。俺プロ。でもプロの機能使ってない一つも。あれの時だけ使う。同人誌書く時だけプロの機能使う。よく知らんけどイラレでよくねって思っちゃう。イラレはね、だからめっちゃ手頃やし。絵描くもんじゃねえんだよな、あれは。あれは図形を作るソフトだから主に。まあ、絵描こうと思えば描けるけど。イラレはデザイナーの人がよく使ってるよね。図形作ったりチラシ作ったりっていうイメージがある。俺イラレは。あんま知らないけど。教室に吹いた。イラレは手で書くことを想定してないと思う。そういうイメージ。よし、やべえぞ、あと45分ぐらい。お腹痛い。うんこしてる場合じゃねえ。もう色塗る時間ないよ。あるあるある。45分もあんだよ。すごない？色塗る時間45分あったら何できると思う？みんなもうモノクロでいけ。
ブリジョンこれできます。無理かも。ここ好き。いいよね。黄昏アイデンティティはめっちゃいいよね。よし、オッケー、あと色塗り。あーあーあー、トゥントゥン、トゥントゥン、ちょっとシマムの色くれ。色弱だから俺、シマムの色くれないとわかんない。シマムの色ください。じゃあこれひなな、あ、これシマム。あ、これ昔のシマム。シマム、シマムの色をくれ。やばい、これ絶対流出する。シマムってこんな髪の毛濃かったっけ。シマムってこんなに髪の毛濃かったっけ。ここここシマム、ここここシマム、うむむ、13でかけてるからね。なんなら今日は上山なの、上山なの、どっち。上山、上山なんだ。ずっと上山かと思ってた。数学の意味しか知らないけど、まあ一緒じゃない多分。なんかしたら引くってことでしょ、知らんけど。あー、今のはとあるデリケートゾーンが痒かった時の川口の声です。どことは言いませんが、
デリケアエムズを買わないと。よし、髪の毛塗った。次、どれ、いろんなあれが多すぎる。次、これこれ、ふいふい、あーてこんにゃー、線画が雑やん、許されんぞその線画の雑さ。お前の線画が雑なことでどれだけ俺こっちが迷惑被っとると思っとるんじゃ、本当に。プン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 。心配ないさ、心配ないさ。なんか斉藤直樹先生が言ってたんだよな、なんかこの穴ぽこ埋める方法忘れちゃった、見たんだよな、穴ぽこ埋める裏技、塗り残しを簡単に除去する裏技。高尾先生は何か言ってないの？高尾先生はゴルゴ13だっつってて、それもまたゴルゴ13だね。うんうん、それもまたゴルゴ13だね、言うとったわ高尾っちは。間違えた、これもうちょい分かった。チャピンファンズインザンビン、ワンチンザンビン、ワンチンデンペンブインケン、オーイェー。これもスコなのだ。マジ集中、ワンパンマンと同じだよ、必殺マジシリーズ、マジ集中。全集中、全集中、何の呼吸、絵の呼吸、ダステン。バカマたち、どう考えてもレジすぎる。いや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 、あと30分もあんだよ、だって
あと30分もあったらいけます。俺を舐めないでください皆さん。舐めていいのは耳だけです。俺の歌い出しが変は、ちょっと心細いかなって思ったけど、力強くてよか、イカ略。どうした急に。あれ、ひよりちゃんがいない中でのハッピーファニーラッキーの話、もしかして俺の読解、俺の天才的読解力からすると、そのコメントはもしかしたらひよりちゃんがいないハッピーファニーラッキーの話かい。トゥ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 ルステイクのだよ。そうだよ。ポポポポポポポ。やっぱりね。パチン。天才的ひらめき。ぜひひらめいたときは川口探偵事務所の私、タコライス川口およびウロボロス高橋を呼んでください。肌色肌色。あーしまむちゅ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 。かわいしまむかわいいね。めっちゃかわいくて好きだよ。昔初めて見た時の衝撃は未だに忘れられないよ。しまむしまむ。しましましまのしまじろう。もしかしてしまむはしまじろうなのかもしれないな。びっくりだね。しまじろう、しまじ、しまじ、しまじ、しまむは実はしまじろう。じゃんじゃんじゃん、じゃじゃん。今更だけど、顔の色に岩を覚える。顔の色に岩を覚える、どういうこと。変、どう変。じゃあ誕生日違ってるじゃん。しまじろうだったら、あー泣いちゃう。ハッピーファニーラッキーからの日和ソロは泣いちゃう。帰るわ。じゃあ顔の色に岩ってどういうこと。わかんねえけど。いやー、なんかチェックのスカート、そんなピンクじゃないというか、もっとクリームっぽいというか。あ、ほんと。りょ、調整します。しまじろうの誕生日は3月3日だぞ。りょうつかんきちと一緒じゃん、まさかの。ひな祭り生まれ。なんか白い猫いなかったっけ、しまじろうみたいなやつ。なんだっけあいつ、のんたんだ。のんたんってみんな知ってる。なんかね、ありえないぐらい高いギター持ってんだよ。なんか30万、な、100万ぐらいするギター持ってた気がする。確かノンタン、なんか知んねえけど。あ、ボタンの形状違った、こういうボタンじゃなかった、ごめんしまむ。ノンタンは別の絵本では。ノンタンね、めちゃめちゃ高いあれ持ってるらしい。よし、肌色がもうちょいクリームっぽい。クリームっぽいってどういうこと。
もうちょい濃いってこと？難しい、こういう感じ？え？まあ、わかんねえ。俺肌色の色弱だから肌色がわかんねえんだよな。肌色って何ですか？肌色も名前変わるのため。あ、そっか、肌色って言わないんだっけ今。すまん。肌色は黒人以外の肌の色のことだよ。肌色って今言わないんだよ、みんな知ってる？赤味もっと少なくていいと思う、知らんけど。マジで？もう今の人たちは肌色って言わない。何色って言うの？まあこういう色はなんか薄橙とかっていうらしいね。薄橙とかなんかパールペールオレンジみたいなのも言うらしい。なんか確かそんな気がする。指数長いから肌色でいいじゃん。まあ日本だったらね、別にいい気がするけどね。だって俺そのまあ黒人のねお友達いるけど気にしたことないって。まあでもそういう人は気にしたことない人は気にしたことないだけで、気にする人は気にするからな。俺は肌色で育ったけどなとは言ってたけど、まあでも気にしねえ人と気にする人はいるから、まあ仕方ないんだろうけど、そういうのに関しては。でも俺色弱だけど誰も変えてくれないじゃん、俺が見づらい色。シャニのチェックランは直してくれたじゃん。まあでも直ってないとこもあるんだよ。あのなんだっけ、ボックスは直ってない。今のイベントとかも確か。なんかやっぱシンデレラガールズのライブが見たいな最近。マジックの円盤買った？買ってない。最近やったのいつ？最近だと年始じゃない？これ悪合同ライブ見たいんですけど。ハッピーニューイエール、これは違え、これめっちゃ前の曲だ。年始の年始が最後だな。今後は馬とかぶったらできないから難しくなるな。なんでアイドルものってこんなに声優被るんだろう。その8月のシンデレラ9もそうだし、明日だってリンゼちゃんとちゆきと誰だっけ、あと一人
歌える人ってなると浮かべるんじゃなの。まあそうなんだろうな、多分歌って踊れる人っていうの。チョコちゃん、チョコちゃんだ。そう、うわ、明日別のソシャゲに転送されちゃうから。そもそも声優の人口が少ないから。声優人口は死ぬほどいいんでしょ。マストラがこうむってないんだよな。ん、マストラはかぶってない。ああそうだね、みんな8ないなのか。みんな8ない。バコライブお疲れ。お疲れ、最高だったな。声優未満は死ぬほど多いよ。なんか声優女性、なんか女性声優の数が一番多いんじゃなかったっけ今。女性声優の数が今一番多いみたいな見た気がするけどな。声優で食ってけるのがほんの一握りだからね。まあね、2001年に225人だったの F が955人ってなったり。955人、 YouTuber と一緒でしょ多分。 YouTuber 一本で食ってる人はもう上位のよく名前見る人たちだけっていう。アイマスみたいにでかいコンテンツは無名声優採用しても売れるけ、いかやく。なんかでもアイマスはかなり。そもそもどこまで声優なのかが疑問。生田テルとか。いい。え、生田テルって声優じゃないの？ナタリアの人でしょ？生田テルが声優じゃないとなんだ、なんなの？元舞台女優。あ、舞台女優なんだ。へえ。なんかでも声優だと舞台やってる人多いよね。声優だけ本業でやってるって人は多分少ないんだろうな。舞台畑の人だから事務所も舞台系。へえ。声優はレブスターライトくらいか。まあ、あとナタリアちゃんな。俺たちの好きな作品で言うと、結構気まどい映画とか出てたな。へえ、そうなんだ。だからあんな落ち着いてんのか。もう場数がちげえのか。新人声優としているわけじゃないのか、あの人は。アニメと舞台の裏方さんが被っててスカウトされるとかもありそう。いかりゃく。あとは声優アイドルユニットはアイドルなのか声優なのかっていう。でまさかシャイノグラフィーやんないな。ビッタな今回のライブ。ダイザスカイ締めはマジでビビった。いやマジシャニーはさ、シャニーのすごいのは本当にそのスプレッドザウィングにとらわれてないのはすごいと思うわ。やっぱりなんかアイマスライブのお約束でそのめっちゃかっこよかったな。ダイザスカイ
鹿たちに歌わせるの残酷すぎる。本当にすごいわ。シャニ。毎年最高を更新してくるからな。ね。やっぱ瀬取りを考えてる純豪が良くないのか。次の福岡は日華の引退ライブになったら伝説になりそう。なんでもう日華引退すんで、でイカルがルカちゃんがシーズンに加入しますっつって。そしたらもう元から組んでたユニットじゃん。純豪にはあの瀬取りは絶対に組めない。ねえ、純豪はビビってスプレッドザウィング最後にしちゃうよ。でシーズのサプライズもない。カラフルデイズも超良かったな。あまりにも純豪に厳しい。まあ純豪は悪くねえけどな。純豪のストリーも熱いし。でも折り面がいいのに折り曲やんないのは。純豪の最後にバカになるセトリも好きだよ。折り面がいいのに折り面やんないのはちょっと純豪どうかと思うよ俺は。折り面がいるんだったらやろうよ、せめて純豪。それだけは頼むよ純豪。俺ね純豪のこと嫌いじゃねえからさ。体型が俺と似てるから純豪。腕の長さが俺と一緒だからさ純豪。次新金感覚えるから。個人的にそこまで折り面にこだわる必要はないと思ってるわ。嘘。まあでもシンデレラガールズはもうやりきった。アンビシャサイブとか絶対忘れる。やりきった感あるんだろうな。折り面とかも。一生曲やんねえしな純豪。一個忘れた曲は。一回折り面でやったらあとは好きにやった方がいいって感じ。個人イカ略。でも一回もやってない曲も純豪やんねえからな実は。折り面で一回もやってない曲もやんねえから純豪は。だから怒られちゃうんだよ。せめて一回はやって。それせめて揃ったんだから。一回折り面でやった曲ない曲が揃ったんだったらやってくれても。それは純豪が悪いわ。やってくれてもいいよねっていう話よ。だからいつかもうシャニマスもハピリリとか永遠とやんなくなるんだろうな。そのためのユニット単独ライブ。ああユニット単独。そうか、ユニット単独、ここめっちゃいいよね。ユニット単独のあれか、ツアー。来年は、来年ユニット単独ツアーだわ。来た。だってソロ3、まあソロが3から5曲で1、2、3、4、5、6、6曲多分。だからマックスで多分十何曲はあるじゃんって考えれば余裕でできるよね、ユニット単独ね。最低でも10曲ぐらいあるわけだからね。2時間ぐらいでユニット単独ツアー。
次の曲で8曲だっけ。マジでノクチルシーズンきつい。あ、そっか、ノクチルシーズンきついわ。最初からいる子たちだけだ。ノクチストレストレもちょっときついか。そう言われてみればそうでした。すいません、ストレイアルストで考えてた、ものを物事をアルストで考えてしまっていた、許してくれ。後発組は3組は移動ライブ合同。シマムってたまに前歯出るっけ。おい、間に合うぞ、あと15分。シーズン一気に7曲書き下ろせばいい。まあ、そうだよね、簡単な話。初期面は8曲足すソロ足す周年、その他で20曲くらいはできんのか。すげえな、初期面だ。ほんと初期面はできる可能性あるな。間に合う間に合う、ハイヘート文字も入れないと間に合うな。間に合う間に合う。ドカ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 、自分の今を見つめることで足りないものに気づき、いっぱいや光と光摩擦するたび互いに満たされてく、トライアングル絶対だ。雑、チェックの柄が雑。いや、目が一番大切な、目がまだ滑り込み。ダイヤ行けたのできました。え、ダイヤ行った？てか、え、もうそんな時期てか、もう滑り込みみたいな時期？もしかして俺も今滑り込みしまむしてんだけど。もう滑り込みみたいな時期全く触ってない。俺まだゴールドなんだけど、プラチナすら行ってないんだけど。時期云々だとはすからクラバトだけど、マジでやだ。クラバトもやりたいことが多すぎる。クラバトなんかしてる場合が時間がねえ。シマムンの目って何色だ。あ、いるー、俺に力を貸してくれー。チュはない
振り込めはもう卒業でいいでしょ。そういうわけにもいかねえんだ。ウマ娘に移住するつもりがウマ娘すらできてないという。いや本当にそうなんだよね。シリキャピストンポバンチュピーのようにチュピーのチュピーチュピーチュピーピピン。リアルでエグいダメ出すの楽しいからね、仕方ないね。ハイライトない方が可愛い。やべえやつがいるな。特殊兵器の人がいます。危険です皆さん。彼はあれ、俺白目ってどこに描いたの。白目のレイヤーとやめてやか。え、君闇落ちとかレブツとか好き。クラバとやめていいよ。いや強制はしないよ。クラバトをやることに。しばらく馬してなかったんだけどシューズ変わった。いや変わってない。あ、変わってないよ。一回あの短距離シューズにした。あ、じゃあ中距離シューズにはしたけど、それかな。欲しいものがあるときはそれリクしていいようにもなった。変わってないのでありがとう。たまたま今覗いたら、うん、ダート3人出して多分みんなダート欲しかったね。めっちゃダートリクエストされるけどないねん。みんなダート欲しかったんだ。じゃあウマログインすらできてねえな。そういやプリはなんだかんだ毎日イカ略ダートなかったからリクしたり。わら、時間はあと10分。やばい、ハイライト入れてない。髪の毛のハイライト。ああ、ああ、背景は、背景はなんかとにかく目も死んでる。目も死んでる。目もレメやぞ。ハイライトグラデーションにできねえの。ハイライトグラデーションにする。何それ難しいこと言うね。スキンヘッド待ったなし。やばい、スキンヘッドにしなきゃいけなくなる。スキンヘッドだけは色味もそこがくおかしいし。え、何のハイライト。ハイライトの色おかしい。わかんねえんで、色弱だから俺。今回は手抜きだな。わら、手抜きなんかヘアバンドみたいだね。わら、もうちょい濃くていい。結構頑張って描いてる。一昔前の画風に戻った。ヘゴをあんなにいじくってたのに。ちょっと待って、集中する。
微細が俺に力をくれる。デラクタイチル花なんか明るすぎるんだよな。教会で一気に明るさ変わってて変と怒り。え、そう変。わがままだな。本当に。そういう絵です。諦めてください。手直ししてたら間に合わない。いいや。あと5分ぽよ。やばいぽよ。変なゴビプリ。そろそろカップヌードルにお湯入れてくるか。なんか目が違うな。ここに来て目が違う。恐ろしいよ。それはここに来て、それは。もう諦めろ。あと3分。やばい。3分しかないの。ここにいます。投稿する時間も考えてる。いいよ。考えてないよ。それはチャラで。あと3分ということは
つまりあと3分ということです。夏休みの宿題じゃないんだから、全くもう、わら。それじゃただの自己満だよ。やばい。当日。2分切ってます。やばい。24時間あるのに間に合わないってどういうことですか。やばい、しまむ。やばい、しまむ。ヘゴの呆れ取ったわ。あと1分です。やばい、しまむ。さよなら、しまむ。しまむ。川口のしまむへの愛はその程度だったんだね。しまむ。さよなら、ロンケ。しまむ。うずきって Z？そんな考えてる時間ない。うずき、 Z 以外何があるんや。わからなかったらヘゴでいいぞ。 D かなと思って。なんか、あはレジになっちゃった。負けだ。終わった。俺の負けだ。俺の負けだ。はい、終了。俺の負けだよ。スキンヘッド来た。間に合わなかった。シマムごめん。バリカン用意して。シマムごめんよ。ごめん、しまむ。なんで負けたか、来年までに考えといてください。ほな、今すぐ投稿すればギリセーフ。手を抜いて間に合わない一番、最悪なパターン。手抜いてねえよ。なんだと思ってんだ、人の絵を。くそー。手を抜かなかったから間に合わなかったんだろう。今日、マノの誕生日か。マノちゃんも書く？髪型変えてマノにしよう。そうするか、バレねえよな。はぁ、間に合わなかったな。ごめん、シマム。許してくれ、しまむ。不甲斐ない俺を。てか、普通前日中に書いといて0時になった瞬間にあげるものでは。昨日はね、ひなな書いてた。ずっとひなな書いてたせいで間に合わなかった。わらわら、すまねえ、しまむ。許してくれ。
はい、できた。あー悔しい、間に合わなかった。すまねえしまむ。あっちちゃんと遅刻理由も添えろよ。あっち汗かいた、めっちゃ。ドゥン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 。まあいいや。はあ。手前の目でかい。目の形が違うのか。同じ。まぶたの形が少しだけ違うよ。1日寝かせるか。そんな時間はない。本当は寝かしたいけど。1年寝かせよう。1年寝かせ、来年でいいか。あり。数字は2021のままで頼む。1年寝かして。やばいやつじゃん。今度今までの誕生日を見る枠しようぜ。なんかな。可愛い気はするけど、なんか違うな。ゆっくり時間を使おう。当たり前のように1年後もソシャゲが続いてると思えることが何よ、イカ略。そうだよな。来年なんかもう島むなんかいないかもしれねえのに。口の位置かな。半年しか持たなかったソシャゲもあるんですよ。川口もいないかもしれないしな。まあそうだよ。今だけだよ俺がいるのは。
桜革命は桜爆心を覆って言われてるの笑った。あ、爆心王ってそういうことね。うまい、うまい。モモコも怒ってるぞ。ごめんモモコ。モモコがね怒っちゃってるで。モモ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 コ。モモコの人も馬にいるんだっけ？あ、いるの？なんでだろうな、もうちょ。ダイワちゃんだっけ？それが成田大臣だよ。あ、それが成田大臣なんだ。やべえじゃん、じゃあ。BMW は実質ミリオン。いいよ、耐震こういうの慣れてるから。次来るやつか、声のイメージが違った。ね。身長はまんまモノコ。え、成田大臣ってちっちゃいんだっけ？あー、間に合わなかった、悔しい。完成。ごめん。どちらかというと、モモコの方が珍しい方って感じある。おつ。ごめんもめ。おつ。ごめんしまむ。間に合わなかった。くそー。くそー。悔しい。おつ。あー。ツイートしよう。ちゃんと遅刻しましたって言えよ。言うよ。あー疲れた。滑り込みセーフってツイートして日本時間に間に合わなかっただけだな。そうそうそう、日本時間に間に合わなかっただけだな。ごめんしまむ。はあ、疲れた。ツイートしよう。島村うずき。この後どうする？あ、どうしようかな。特に決めてない。なんで誕生日へは毎回間に合わないかギリギリなんだ。それもういいよ。キラキラダイヤ取らない？キラキラダイヤ取りに行くか。
当日0時に投稿するのが常識やぞ。好きなキャラだったらなおさらちだってさ、そんな常にさできるもんじゃないんだって。絵描くのっていうのは時間がかかるから。手癖感出てるね、すごい。仕事で忙しいもんな。そうなんだ。やっぱ俺ほどになると忙しいからさ、24時間早くすればいいだけなんだよな。ああ変じゃないかな。俺黄色背景好きだな。これでスペル間違えした。ハッピーバースデーの文字もぐちゃぐちゃだな、こうやって見ると。まあいいや、ツイートツイート。疲れた。クソ細かいこと言うと黄緑なんだよね。まあマジいいや。それで今日浜野の誕生日だからこっちも描こう。あのちゃんはまあ好きだけど、ね、上海はまだ23時らしいぞ。あ本当に上海時間ってことにするか。じゃああのちゃんも好きだけど。ミホノブルボンも誕生日だぞ。でミホノブルボン怒られる。あミホノブルボン怒らないんだっけ。ミホノブルボンは怒らないんだっけ。アイマスドラゴンボールーナの誕生日も書いてくれねえかな。なんかさ、ちゃんと馬の誕生日にログインして誕生日ボイス回収しないとな。え、そんなんあんの。馬主さんの件は健全家なら書いていいってことになったから。あ、そうなんだ。ああるよ。逃すとまた来年。大変だ。いやーなんか後悔しそうだな、この島村の絵。急ぎすぎた。疲れた。西山オーナーはね、他はわからん。疲れた。疲れたよ。あっちい。頭がヒートする、パンクする。頭がパンクしそうだよ。ルンルクルン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 。クリームソーダ飲むか。クリームソーダ飲みてー。クリームソーダ飲みてえな。ふぅー。時の恐れなのよ。自販機のガブ飲みメロンソーダ好き。おはしゃりの頭でけえな、ちょっと。このシマムの絵。やっぱ冷静に見ることができてなかったな。
じゃあシャニマスやるか。影のとこは線太くしたりしてるの？影のとこは線太く、どういうこと？してないよ、別に。コミュミよ。コミュ？あ、マノちゃんの誕生日コミュか。マノちゃんムン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 、マノちゃんムン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 。打ち上げガシャ回して、金ね、課金しねえといけねえ。あれ今日ってもしかして土曜日じゃね？今日ってもしかして、あ、土曜日じゃね？みちかのお願い叶えちゃうぞのコーナー始めますね。日曜だけど。まあ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 。小読み上はね。頑張る、お願いします。一緒に頑張る。小読み上はそうかもしれないけど。あれがデイリーウィークリーが今日で最後だ。今日エーペックスやる、絶対エーペックスやる。この後かわいいニチカ、あーニチカ、まだ土曜ならシマムー間に合ってるじゃん。まあそうなんだよね。いや小読み上だから間に合ってない。今からとか正気か。何がエーペックス通じゃない？作ってきてほしい。お弁当食べたい。にちかーにちかー好きだー。チュッ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 、よしよししたい。にちかーにちかーを、よしよしにちかーを、よしよししてあげたいよ。プロデューサーさん、こんにちは。これあれです、あげます。嬉しいのにプレゼントまで。いい子だなあ。あー飛ばしちゃったごめん。いい子だなあ。でも本当は誕生日プレゼント楽しみにしてたんでしょ。そんなん言うとりますけども、いやいや言うとりますけども、本当は誕生日プレゼントも楽しみにしてたんでしょ。天下も頑張る、だから一緒に頑張ろう。深夜にあげる男。振り子のリハーサルやね。やだ、振り子ね、やらない。そういや、昨日から2倍やぞ。何が？頑張る。だから、ポイント？天下には無理がない。逃がさない、渡さない、どこの誰にだって、バチャバチン、ダバロシン。天下に頑張る。お願いします。一緒に頑張ろう。てて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 。あ、そうだね。昨日出たよ、俺1枚。B じゃねえわ。昨日1枚出たよ。持ってたけど。にちかのお願い、叶え。行くか、じゃあ2倍ガシャ。行きます。2倍、2倍、2倍。ボンボンデイ。大崎天下。ラブログ。市川ひだな、来てくれ。で2倍なんだから100枚ぐらい来てくれてもいいでしょ。激おもろード来い。激おもろード2倍。あ、来た。これ持ってたっけ。違う、 P じゃない。あー、めっちゃ2倍、2倍の恩恵がすごい。ホークラが押してくる。ホークラがいいぞ。いけいけ、うん。いやー、小型昨日も小型出なかったっけ。あ、すごい、2倍の恩恵が、2倍の恩恵がすごいけど、コガタンは持ってんだよな。くそー、コガタンは持っとるさかい。すこ、わら、
2倍の恩恵がすごいのよ。打ち上げガシャいいな。そういや、限定4枚抜きしてる人ツイッターにいたわ。やば。俺じゃあ10枚抜きしよっかな。いい？限定10枚抜きして。わあ。でん。でげせでで、でん。川口20枚抜きできるわけないよ。できるよ。俺は俺を誰だと思ってんの。サンジカンバスバレディアン見ててね。アマナめっちゃなんとかだよね。緊張する。天下も頑張る。お願いします。一緒に頑張ろう。天下ちゃん天下ちゃん天下も頑張る。お願いだからします。一緒に頑張ろう。やっぱり天下じゃ無理だったんだ。天下も頑張る。出るのイベやった。出るのイベ、いや昨日やってね。やべえ、やらかした。昨日やってね。デレミリ昨日やってね。ちゃんと俺毎日やってたのに。最近ちゃんと毎日ログインしたのに。最近は今日に関してはログインすら。日華のお願い叶えちゃうぞのコーナー。まあデレミリはもう捨ててるしいいか。今回はちゃんとやってたのに。バイン。ドン引きされた。ひななにだけはドン引きされたくない。本当に本当にひななにだけはドン引きされたくない。そういやようやくデレ継続1000日になった。あすごい。ひななにだけはマジドン引きされたくないな。怒ってる。ひなな多分一回その何嫌いになるというか、普通だけど心の距離が離れてそう。ひななは一回なんていうの、心の距離が離れたらもう絶対に帰ってこないタイプの人間だと思う。無関心になったらマジで無関心になりそう。ひなな。女の子は大体そうだぞ。中でもひななはできると思う。ごめんひななって俺が言ってももういいから。じゃあね。なりそうひななは。ご苦労だったね。ごめんひなな。かわいい。なんでひななこれちょっと気に。そうですかって言いそう。喋り方まで変わるのか。プロデュースお疲れ。喋り方も変わってもう全く。トゥンテントゥンテントゥンテン。日華のお願い。日華のお願い叶えちゃうぞの子。日華にしよう。日日日日日日。いいね。ドン引き感。日華のおっぱい触ったから。なんか
シンプルでいいね。プロデシンプルにドン引きしてる感じがいい。ここから伝説始めるので。かわいい。あの即答どうもどうもです。すごい。え？かわいいにちかちゃん。アイドルになりたいならわかるよね。にちかちゃんかわいい、マジでめっちゃ。SSR 来てくんねえかな。このそれはすまん。ナミちゃんもこのくらいは我慢してたんだよ。ナミちゃんはすごく感じ。もう一個ないの？2種類ぐらいなかったっけ、おっぱい触った時のドン引きセリフって。手洗ってます？あ、手洗ってればいいの。コロナウイルスだからね、やっぱ手は綺麗にしてるよ常に。すごく。あると思う。え、以外言ってくれない。日日が。葉月さんがえぐいぐらいプレッシャーかけたのなんだ。なんだ。感じます。民間人でもできるらしいんですよ。逮捕って。逮捕しようとしてる俺のこと。すごく感じます。払いたらいすカバンの中身捨てますね。あ、全部これか。テンションか。くさあったなこれ。あ、テンションで違うのか。あったねこれ。じゃあ葉月さんが実家で声低いタイプだったなんて ね作ってたんだな。すごく民間人でもできるらしいんですよ逮捕で、カバンの中身全部捨てますねって言って。ここまでだった。フィングは簡単なはず。私たちに謝っつらいだろう。これ見た？一次審査突破できないコミュ。それって。ああ、やだ、見たくない。ワンダーアイドルの番組ランプリはここまでになる。一次審査突破できないってもう、相当よ、にちかちゃん。寝ててもできるよ。少し話し合ってみよう。ここのところにちかは本当によく頑張ってた。きついよ。そうですよね。私ちょっと時間が足りなかっただけで。ごめん、にちかのおっぱい触って寝てることしかしてなかったから。早くタイムマシンに乗れ。あまりのシャドウ落ちに言葉も出ない。これがお前がウィングに行くための最短の近道だよって言いながらおっぱい触って休んでたら、西川がウィングの一次予選で敗退しちゃった。終わりたくないよ。ああ、終わらないよ。大丈夫だよ、西川。いくら時間があっても、このプロデューサー胸触るしかないよ。でもいないじゃないですか。バレた。おっぱい触ってただけのことが。ああ。ああ。ご苦労だったね。西川、ごめん。おっぱい触り続けたせいで、俺が日華のおっぱいを触り続けてしまったせいで。ひどいものを見た。よーし、ウィークリー終わり。あれ？あれ？あと一人？あれ？俺三人誕生させてなかった今。あれ？今二人しか誕生させてない。今葉月さん切れてたぞ。切れてた？一人の人生を壊した自覚を持て。え、ムキムキにちかってどこで聞けんの？ムキムキにちかが聞きたいんだけど、俺は。営業回収しとけ。すごく感じ。あの、手洗ってます。すごい。ムキムキにちかってどこで？すごい。うるさいなぁ。あ、歌姫勝利。すみません。思い出3以上かな。すごい。金取れしないと。あ、思い出レベル 3？ 思い出レベル3。ああ。新ワイド3以上にしないとダメ。次やったらカバンの中身捨てます。どういう、何してんだろうこれ。おっぱい触ってんのかな、プロデューサーって。すごく感じます。うるさいな。うるさいらしい。すごくか、すごい。え、でもさ、俺さ、自分で動画編集してて思ったんだけどさ、パダダダー、あームキムキニチカのシーンなかったんだけど、俺どこでムキムキニチカを知ったの？自分でニチカの動画編集してた時に
ムキムキニチカのシーンがなかったんだけど、なんでミームじゃね。いやミームじゃ、絶対見た、夢で見た。ここから伝説なかったっけ。あった、分かった、ぶっ飛ばしたのかな。じゃあ自分で編集するとき、ちゃんと見て、全部見た気がしたけど、入荷日の感覚ってなかなかった。ダン、すごく民間人でもできるらしいんですよ。すか現行犯逮捕は民間人でもできるらしいからな。手洗ってま、疲れて、かわいい。日華、日華の声優さん、まんま日華の声だったね。ロクロだったな。プロデュースお疲れ。眠くなってきた、寝ようかな。見た目のイメージ全然ちゃうかった。あー、日華の声優さん、お弁当食べます。プロデューサーさん、3000ジュエルあるけどほとんどが優勝、半分ぐらい優勝だからガシャ回せねえよ。ガシャ回して、あと500ジュエルどうにかして集めて、シティポップを止めてくれ、回させてくれ、シティポップ止めて。欲しい、通る。単発でいくか、単発で、あ、単発じゃダメか、スタンプがたまんねえのか。いやー、これも打ち上げガシャ回してしよう。もうどうしたらいいんだよ。で、打ち上げガシャ回して、次限定夏はなんてあんまりだ。打ち上げガシャ回して、あの持ってない PSSR 当てて、だって打ち上げガシャ全部課金して持ってない PSSR さえ当たればあれだからね、実質ジュエル的にはプラスだからね、ジュエル的にはプラスになるの で限定 PSSR 持ってないの当てるじゃん。コイトちゃん、コイトちゃん当てよっかな。天才だな。でしょ、うわ、刻まねえと買えねえ、バナコイン。シャニからあまりに自然な画面移動課金しようかな。打ち上げガシャは引き毒なので引きます。打ち上げガシャはどう考えても引き毒なので引きます。た、頼む、持ってない PSSR。 コイトちゃん来い、コイトちゃん、コイトちゃん出るよね。
たおみくじ結びますか。引きます、こいとちゃん引きます、いくぞ。じゃあ、こいとちゃんか、こいとこいと激おもぐっそ激おもロードこーい。おい頼む、 SSR 来てくれ。おい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 、優勝なのに、くくくく、行くぞ行くぞ。久しぶりにソシャゲに課金してるんだ、頼む神よ。あ、可愛い、俺に力を貸してくれ神様、頼む。ああ、あー、さっきも出たこれ。パートに、これさっきも出た、なんで激おもロード、ね、限定は限定、限定は限定は、おい、あ、これ限定だ、一応これ一応限定だ、錯覚ダーリング、もうねえ頼む、ここでじゃあ限定 PSSR 恋と持ってなければ一番いい、ただそれ以外にも来い、うん、いける、1枚目、2枚目、3枚目、4枚目、5枚目、やめろ、6枚ダメだ、7枚目、おい、8枚目、おい、9枚目、激おもロード来い、激おもロード、いや、中継、あー持ってるねえ、何の成果も得られませんでした、すぎる闇、何の成果も得られませんでしたが、この間当てたやつや、もう何の成果も得られませんでした、今ので何円、今ので、でも安いから5000円ぐらい、5、6000円、お弁当食べます、作ってきたんですけど、食べる、よし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 するなら、ダメでした、終わりです、ステーキ 400g 以上食えたな、終わりです、悲しみ、僕は終わりでした、出ませんでした、何の成果も得られませんでした、まあシャニマス未来への投資だと思えば、明日、明日のシャニマスあれになっちゃったからね、今の5000円でなんとか耐えてくれ、今の5000円でなんとか耐えてくれ、スレチケ買った方が良かったまである、本当にそれ、セレチケで良かった、でこっからまたセレチケも買わなきゃいけないんでしょ、額が足りなかったのが敗因、終わりだよ、くさ、モンハン変えたわ、今モンハン、今のでモンハン変えたわ、ああ今までモンハン変えました、皆さんモンハンにすればよかったですね、じゃあパチンコ行こう、パチンコ、モンハンも変え、パチンコ行くしかねえわ、じゃあガチャは悪い文化、確定といえど闇鍋だからな、女の子とモンスターどっちが欲しいよ、女の子だ、もうやだ、あ久しぶりになんか嫌な気持ちになった、課金、久しぶりに課金したから、久しぶりに、あと4時間半でクラバトよ、どうするよ、嫌な気持ちになったわ、久しぶりに課金したおかげで久しぶりに嫌な気持ちになりました、やっぱ課金はダメです、しない方がいい、セレチケにしときゃよかったな、まあ結局
結局は暇つぶしだからな。アスパチ行ったせいで一つするの4時とかはやめろよ。パチンコ行くべ明日昼から朝から朝からパチンコ行ってもうプリコネなんかしなくていいんだ俺は。また会おう。じゃあ俺はもうダメだ。午後までには帰ってこい。終わりだ。じゃあエイペックスやろう。うん、お疲れ様です。エイペックスやります。またねー。シマムかけたからまたねー。おつぽいでーす。エペライスするべ。おつライス。せいっす。おつでーす。あざした。じゃあな。じゃあね。